おい、ヤマトが入っていったぞ。正解だったみたいね。この妄想はヤマトのものだったのか。まだわからないわ。ただこれで無関係とは言い切れないわね。でもさすがに一人じゃ危ないです。急いで追いかけましょう。妄想宮です。お入りになられますか。どれかを装備すれば強くなれるんですよ。お客様です。雑魚どもは。もうあの子一人で無茶しちゃって。仕方ないから助けてやるっち。はいはい、ヤマト待ってろよ。くそ、俺は絶対に負けない。一人で無理すんなっての。え、なんでお前らが。作戦成功なのです。だから、なんで。説明は後よ。さあ、一気に片付けるわ。先制攻撃ですね。お相手は3名様です。頭真珠で3名様。1名様お撃破です。あと2名様ですね。頑張りましょう。遅いって。これで全部か。皆さんで一緒に戦うとやっぱり心強いですね。ヤマト、あなたが何かを隠そうとしているのは知っている。だけど無理をしたらダメよ。うん、まあありがとな。じゃあお礼に聞かせてもらおうか。お前が一人でここにいる理由を。この妄想はお前のものなのか。ねえヤマト、やっぱり話したくないの。あいつは知ってたんだ。あいつ、フードの男、イザナギ教へ。あいつは俺しか知らないことを知っていた。時が満ちるとか、古の傷がとか。違う、それじゃない。ただ知っていたんだ、あいつは。それ以上は話したくないってことね。まあいいわ。ここに来たのは彼の正体を知るために。ああ、そのつもりだ。分かったわ。それなら奥へ進みましょう。え、一緒に行ってやるって。皆さんで京也さんに会いに行きましょう。何？不満なのかしら。そうじゃない。よし、
じゃあ行くか。まだまだ。お相手は2名様。先制攻撃を飛ばしましょう。まだまだ。次週で3連戦狙う。ユガルフの撃破です。力持ちなんです。奥に進まれますか。これでも。お相手は3名様。先生でも油断は禁物。これでも遅いって。登ろうぜ。勝機やるだろ。1名様を撃破です。まだ遅いよ。はっ。お相手は3名様。先生でも油断は禁物。これが本気だ。決まりました。楽勝。あと2名様です。
いたぞ、あいつだ。おい、やはり時は満ちようとしているのか。世界を綴りし少年よ。なあ、あんたは何者なんだ。なんであの言葉を知っているんだ。我は時の観測者。知っていて当然だろう。それならこれは知っているか。遥かなる緑の大地、アナスタシアに伝わる伝承。聖典に刻まれし七つの大罪がもたらす災厄。そして悠久のかけらに触れし時、八つ目の罪は目を覚ます。やがて訪れる破壊は世界再編への序章となるだろう。変わる世界は幕にしも、冷たい光か暖かな闇か。生きとし生けるものが願いしよう。不変なる平和か、いびつなる革命か。誰が王を裁けるのだろうか。誰が神を裁けるのだろうか。裁きに意味はあるのだろうか。裁きに意味などないのだろうか。残された無欲、終わりと始まりの選択。さあ選ぶがいい。それが世界再編の道しるべになるだろう。こいつら一体何を。ねえ、何がどうなってるの。世界を綴りし少年よ、何時が選択せしよ。終わりか始まりか、古の傷に触れしとき、在りし日の青き衝動に何を求める。俺は終わりを求める。やはり不完全な目覚めのようだ。時は満ちたといえば最王に君臨せしは希望だけではないと知ってのこと。ああ、俺が終わらせる。いいだろう。さあ進め。世界を綴りし少年よ、古の傷に触れ、そしてその手で最後の審判を下すがいい。当然だ。通してくれるみたいですね。一体何が起きようとしているんだ。わからないわ。ただ何かが起きようとしている。なあヤマト、お前一体何者なんだよ。うるせえな。俺は俺だ。何者でもね。それよりこの妄想を壊したいんだろ。だったらさっさと進もうぜ。おい待てって。行きましょう朝日、妄想を壊せるチャンスだわ。ああ、だけどいいのか。その大事、温かな光があらんこと。いや、これでも扉を進むっち、気をつけて進めっち。はっ、はっ、
腕が鳴るな。これでも敵がいっぱいっち、オイラを守れっち。ラフに行こう。ラフくん、いや、こらえ。ナイス。これでも敵を守った。まだまだ敵がいるっち。敵を4体発見っち。飛ばしてくれ。やるだろ。
覇気を発揮。敵をいっぱい発揮し、シェフル数を減らせっち。イマジンモード発動できるっち。強烈を発揮する。逃げる準備を始めるっち。まだ人が多いし、逃げる準備を始めるっち。少しかしら。油断するんじゃねえぞ。この先に何があるんだ。そこにあるのは終わりと始まりだけだ。ヤマトさん、どうしちゃったのでしょうか。何を隠しているのかしら。本当にただの16歳の少年なの。世界を綴りし少年か。もしかしたら扉を突き破るっち。オイラの前を歩けっち。敵は2体っち。先制攻撃が余裕っち。これでもパッ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 。いろいろと売られてますね。探し物があるかもです。
まさかお前が待っているとはな。天地を喰らいし者よ。いや、カエルだろ。カエルさんですね。ここはお前がいていい場所じゃない。聖天へと帰るがいい。カエルだけにな。ちょっと、アサヒ。俺の仲間に手を出すんじゃねえよ。ヤマトさん、懐かしいな、あの頃が。まさかこんな形で再会するなんて。あの日、あの時、あの場所でお前はチリチリになったはずだ。だがこうして出会ったのも神様がくれた運命のいたずらだ。まるで夢みたいで、こうして刃を交えることができるなんてな。寂しかったのか、苦しかったのか。だけどもう大丈夫だ。この俺が終わりをくれてやる。共に消えよう、黒き歴史を過去へと葬らせてもらう。アサヒ、しっかりしなさいって。ほら、来るわよ。いいぜ、かかってこい。お前のこと誰よりも俺が知っているんだからな。クルッチ。さあ始めようぜ。俺が選択せしは終わりの始まりだ。お相手は一名様です。やっつけちゃいましょう。かかってこいよ。うざってまだだ。さあ、やっつけてみてください。切れてよ。Yeah!
じゃ全員攻撃、いざのまま押し切りましょう。かっこよさそうじゃん。やればできるんだ。当然の結果、早く試したいわ。輝いてるかしら。もっとご勉強しましたね。俺の実力だ。やったっち。まだです。しぶといわね。みんなまだ戦えるかしら。どうしてなんだよ。ヤマト、世界を綴りしは俺のはずなのに、どうして。ヤマト、そういうことだったんだな。どういうことでしょうか。本気出せよヤマト。お前、黒歴史を消し去りたいんだろ。え、それとも本当は消したくないのか。ちょっと、どういうこと。男にはな、誰にだって黒歴史があるんだよ。おい、まさか。自分だけの武器に自分だけの必殺技。おい、自分だけの敵に自分だけの地図。やめろって。そして自分だけの物語。やめろって言ってるだろ。そんな世界を綴りし少年、それがお前なんだよな、ヤマト。ちょっと、分かるように説明しなさいって。ヤマトがノートに書き綴った物語の設定がこの妄想の正体なんだ。そう、
とびっきりの中二の妄想はヤマトの黒歴史ノートだったんだよ。忘れたい黒歴史が古の傷であり、ありし火の衝動の答えだったんだ。ヤマト、本当なの？ああ、そうだ。ヤマトさん、本当バカみたいだよな。いい年してこんな妄想が溢れてしまってさ。だから一人で自分の妄想を壊そうとしてたってわけね。だって恥ずかしいだろ、こんな中に丸出しの妄想だぜ。恥ずかしくなんかねえよ。俺だって19歳だけどさ、ゲームもアニメも漫画だって大好きだ。お前も好きなんだろ、このベタベタな中二設定がさ。だから本気を出せない、壊すのをためらってるんだ。違う、俺は終わらせるんだ。もう隠さなくていいんだ、無理して壊さなくてもいいんだ。俺はお前を否定しない。だけどそれじゃ現実が。誰かの好きなことを否定する権利は誰にもないんだよ。だけど僕たちにはその権利があるから。え？どうして？自警団？どうしてお前がそこにいるんだよ。なあ、瑞希！どうしてあなたたちが。我々は秋葉原の平和を守る自警団だ。そのために妄想を壊すのは当たり前だろう。妄想のあるところに我々ありと言っても過言ではないの。ないのだ。そして今日の任務はすでに終わった。我が自警団副団長の手によって。副団長だと？さて、我々は帰るとしよう。そして今日もお疲れ様会を開かなくてはな。はーい、私カレーが食べたいかな。良い思考だ、20ポイントやろう。瑞希くんも異論はないな。瑞希、聞こえてますか？え？ごめん。うん、僕は何でもいいかな。決まりだな。それでは買い出しと行こうではないか。出発進行。待てよ。どうした？我が軍門に下る気にでもなった？なあ瑞希、なんでだよ、教えてくれよ。ないよ、君に話すことなんて何もないから。なんでなんだよ。で、これはどういうことかしら。俺に聞かれても困る。妄想の侵食は綺麗に消えてますね。俺の記憶は綺麗に残っているぜ。朝日さん？でもほら、これで秋葉原の妄想は全部壊れたわよ。だけど見てください、リユの携帯です。0時13分。そして日曜日のままみたいだな。そうみたいね。ねえ朝日、さっきの副団長ってもしかして。まあ俺の幼馴染だ。そっか。とりあえず中二の妄想は壊れた、これで一件落着よ。あんま素直に喜べねえな。まあ俺の黒歴史は消えてくれたけどさ。ヤマトさん、ごめん。やっぱり俺、あいつを探してくる。ちょっと、朝日！
イニシエの傷は消えた。そう、これでよかったんだ。恥ずかしがる必要なんてなかったんだ。だってあいつは言ってくれた。否定する権利なんて誰にもないって。だから俺は胸を張るよ。俺たちは世界を救ったんだ。俺たちは勇者だったんだ。これは俺たちの物語だったんだ。たとえ歴史の裏側に消えたとしてもさ、名もなき英雄だって胸張ってやるや。